と一緒。今日はありがとうね、来てくれて。こちらこそ、ね、ありがとう。ちょっとじゃあ楽しく2人でドライブデートやっていきたいと思います。まあそのお互いね、ほら本当に好きになっちゃうと思うから、なんか気をつけながら。わかったね、ちょっとそこだけは、ね、そうだね、なんかお互いこれからね関係続くわけだし、モテるもんな、彼氏ね。今日その俺の全力全部見せちゃうから、よりヤバいかもしれない。気をつけるな。そう、普段見れない俺を今日全力で出すから。確かに今日2人だしね。うん、だからそのユンちゃんがもちろん俺のことを好きになるっていうのは当然の動きとしてやっていくし、それと別で今見てる視聴者の皆さんも全員やっぱ俺と一緒にドライブデートしたいな、これが正解なんだなっていうのを。おお、したいと思います。ご飯回答じゃあいたいと思います。エンジンのかけ方いざ。つけてる、大丈夫。大丈夫だった、今痛かったね。そろそろいい感じの曲でもかけて盛り上がっちゃおうか。最高で、結構森の中バーンって走ってたら喧嘩しちゃったらしくて、くだらねえこと。ちょっとさ、そろそろいい感じの曲でもかけて盛り上がっちゃおうか。最高。何にする？え、ユンちゃんは今いくつ？いくつ？うん、28。なるほどね。人ってね、その16歳ぐらいの時に聴いた曲とかが記憶に残って、その思い出の曲とかになるんだって。おお、確かに確かに。そうそうそう、思い出しちゃうもんね。そうだから、カラオケとかでもそういう曲がエモいとされるっていうのが、まあ脳科学的にそうされてんだけど、うん、やっぱそういう曲とか聴きながら行きたくない？行きたい。初メロね。ねえ、いいじゃん。じゃあ、そんな年離れてないし、世代一緒じゃない。割とね、近いかもしんない。じゃあゆうちゃんの好きな曲かけちゃおうかな。俺もやっぱこれは思い出の曲だし好きだからさ、いくよ。うん、やっぱこれっしょ。なんだろう。じゃん。春の海ってさ、やばいよね。確かに毎年聞くけど、これがやっぱ一番の思い出の曲になっちゃうから。これデートで流す曲じゃないかもよ。そう、うん、エモいわ。こう緑とかも映えるし。新年だね。春の海のさ、やっぱ途中のソロがいいよね。ソロなんてあったっけ？うん、あるよ。そんなちゃんと聞いたことないの？尺八ソロのところ最高だよ。わかんない。あ、そう、春の海オタク、わかんない。ほんとだ。来て来て来て、ここ三味線ソロね。三味線ソロだから。ねえ、エア三味線しないで。やっぱ最高だ。こんなのあったんだ。でもカイジのおかげで知れたわ、こんな気持ちいい。前見て、怖い怖い。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。君は、じゃあ、喉乾いたでしょ。ちょっと乾いたかな。何？一応プロテイン持ってきたから、よかったら、作って。なんで？絶対美味しいから。うん、プロテイン、結構健康志向だからさ。じゃあ、お茶とか、なんか、全然特茶で混ぜてもらって。あ、特茶のプロテイン、うん、そうそうそう。いっちゃっていっちゃって、全然健康にもいいからさ、体作りにもいいし。そうだね、うん、体引き締めれると思うから。バリバリいっちゃって。私筋トレキャラだったっけ？あれ、ジムも通ってないけども。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。さ、この前もさ、めっちゃ面白いことあった。友達から聞いた話なんだけど、
なんかデートしてるカップル、車で俺らみたいな感じの2人の話で、そのなんか2人で心霊スポット行こうみたいな、なんか悪ふざけあるじゃん、なんかノリでね。なんかそのカップルが心霊スポット行ってたんだって。で結構森の中バーって走ってたら喧嘩しちゃったらしくて、くだらないことで。そうで彼女とその彼氏が喧嘩して、彼氏がもうブチ切れちゃって、その森の中でその彼女のことを降ろしたんだよ。降りろよみたいな。でもうふざけんなよみたいな感じで降ろしちゃって、もう扉閉めてもう行っちゃったの彼氏が。そうで彼女、残したの。そうで彼女も泣き崩れて、その場で。で彼氏バーって戻ったんだけど、途中であやべえと思って、そんな彼女一人で置いてったらね、かわいそうじゃん。それ気づいて、しかも心霊スポットだし、でやべやべっつって急いで彼氏戻ったのよ。で戻って彼女のさっきのとこ行ったら、彼女がもう座って泣いてて、でうわっつってごめんねっつって、さすがに冷静じゃなかったわっつって、彼女に話しかけてしたら、もう大丈夫っつって、もう仲直りしようっつって、でももうさすがにそういう気分じゃないから帰ろうかっつって、彼女を乗せて帰ったのって。で帰ってる途中にいきなりなんかわけわかんないおじさんが、おいって車を運転してたら、こっからバンって出てきたのって、おいって、で、うわ危ないっつってハンドル切って逃げたの。したら彼女が、いやちょっと拾ってあげなよとか言い出して、怖い、そのおじさんを拾おうよって彼女が言い出して、いやなんでだよっつって、危ねえじゃんっつって、彼女はさっき怖かったと、私が置いてかれた時、だからそのおじさんも絶対怖いから乗せてあげてって言ったの。そしたら彼氏が、いやダメだと、さっき出てきたおじさんっておいって言った時、手をね裏側にしてたって、うわおいって裏の手を見せて手を振ってたらしいの。で彼女はなんか、え、そう、何がダメなの。そしたら彼氏が、裏の手を見せるやつっていうのはもうこの世の人間じゃなくて、手の裏を使うやつはあの世の人間だから、さっきのやつはあの世のやつだって彼氏が言ったから。そしたら彼女が、おいおい、やだやだやだ、ってすごーい、すごーい、見たってことねえ、怖い、なんでそんな話したの、怖いよ。やっぱドライブって楽しいな。最悪、全然聞きたくない。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。こういう車、オープンカーでしょこれ、うん、オープンカーの後ろのアンテナにひよこさすってセンスあるの。ちょっとギャップ、ひよこかわいいな、やるな、かっこいい車なの。うんまっ、やっぱせんべいだよな、かっかやっぱドライブデート中はせんべいに決まってんだよ。強いね。うめえ、二度漬けしてるわこれ。間違いなく二度漬けだ。渋いのよ選手の。よりいい音出せた人選手権やろうぜ。ASMR しないで。よりいい音出せた人選手権です。やって、ゆんちゃんもやって、聞かせて聞かせて、行くよ、うん、行くよ、うん、待って、こっち待って、言う行くよ、うん、おいめちゃめちゃいいじゃん。もちろん、もちろんも行って、もちろんもマジでよ、うん、もちろんも行って、行って、誰どう めちゃくちゃいいじゃん、もちろん、やった、危ねえ、よかった、お前優勝だよ、おい、よかった、危ねえ、やっぱデートはみんなで行くに限るな。なんで二人じゃないの。そうだよ、初めまして。どう違う違う、そうじゃない。じゃあションベン漏れそうだからさ、うん、これにションベンぶっかまどっか。やべえべ、やべえっしょ、ユンちゃんションベンの。ちょっと行きたいけど、ね、全然うんこもしちゃって大丈夫だから。ションベン、うん、全然うんこもしちゃって、うん、俺ちょっと漏れてるから。え後ろ見て、危ない、危ない、後ろ見て、アピールしな、アピールしないで。よし、
違う違う、そうじゃそうじゃない。じゃあ、一応 D を。うん。うん。行ってきて。ちょっとサクッと行ってくるね。ジョロッと出してきて。ジョロッとしてくるね。行ってら。違う、そうじゃない。じゃあちょっと半分持って、半分持って、うんうん、で、俺の払った分の半分1238円、うん、後で、うん、そっちで、あ、後で、うん、もらうね。はい、え、全然いいけど、うん、もらうもらう。さっきおごってくれたのかと思った。あ、ごめんごめん、分かりづらかったよね。あ、後から請求パターンね。そうそうそう、俺結構そういうのあるみたい。全然払うけど、1円単位？やっぱりその、2人とも半分半分した方がお互いに今後、うん、なんか気使わなくて済むじゃん。そうだね、借りとか作らなくてね。うん、え、ありがとう、ありがとう。おかしい、おかしいよ、降りて、乗らない。違う、そうじゃ、そうじゃない。あー、着いた着いた、おい、着いたよー。どこだろう。やっと着いたね。ここここここ、そうそうそう、寝台入ったからさ、ゴジラとエヴァのバリバリ、ここで二人で熱くなろうよ。どういうこと？アチアチの二人がさ、もっともっとアチアチになれるよ。え、パチンコスロット1、2、3に来ました。デートスポットパチンコ、楽しみだね。まあ、朝から並ぶの、朝から並ぶのはさすがにあれかなと思ってさ。お持ちの方は場内の案内表示に従ってご入場ください。モテないやつだよそれ。違う違う、そうじゃそうじゃない。飛ばしましたが、良かったなと結婚してます。すごっ、何これ、ケース。いや、独特、プロポーズの指輪独特だな。おかかを模した指輪です。いや、カネチ、カネチいらないよ。いらないよ、どこのガチャガチャで拾ってきたやつ。一応300円しました。あ、ちゃんとしてる。思ったより高かった。300円のおにぎり指輪です。すごい。よく見つけたね、そんなの。今はその動画回っちゃってるから、うん、答えにくいと思うから。普通にごめんなさいだけど。後で全然。大丈夫だ。ちょっと今はね、結婚は無理かなって。全然それは分かるから、今は回ってるから。あれは、うん、今はとかじゃなくて、うん、全然全然ずっと変わんないよ、気持ち。手紙と、あ、卒業証書。おめでとう。え、明日からも卒業おめでとう。あ、明日からは会わない。あ、まあまあ全然今はね、その回ってるから、あれだけど、全然後で仕事。後で。あ、そうじゃないだろ。
マジビビった今自分に。ああ面白い。あびっくりしたもん。いろいろ考えてたのね。そういろいろ信号を見て、うん、信号を見て周り見てグミ食べて美味しいって思って、頭の中で面白いネタが思いついた瞬間に口に口で面白いって言っちゃった。すごいね、プライベートでも思いついちゃう。うん、でもすぐ忘れんのね。うん、メモしてなくて。そう、いつもメモしてる。うーん、もう忘れそうだもん。私メモっとこう。うん、メモっとこうぜ。寝た？ん？寝た？え、起きてる起きてる。違う違う、めちゃめちゃ起きてる。寝た？お笑いの寝た？お笑いと寝たってこと？俺寝るのは女性だけって決めてんの。企画？あ、そうそうそう、あの、ただ思いちゃった。そう、漫才。うん。設定。うん。次の信号は左方向です。満席。満席。左方向です。二人でさ考える。左方向です。そうだね、基本的には。うん。と二人で。でもまとめるのはりんたろさん。あ、そうなんだ。りんたろ基本二人で。いいね。うめくねこのグミ。うめ。グミうめえし硬さがいいね。せやね、うん、でも硬いのが好きだね。せんべいもガリガリだったし。確かに好きなタイプもお堅い女かもしんない。え、なんでそれさっき言わなかったお堅い人好きかもしんない。お堅い人、うん、男の人とかでもお堅い人好き、うん、へえ、うん、真面目な人、うん、好きかも。でもね、ギャンブルは硬いとこ嫌いなんだよね。ギャンブル？うん、ギャンブル。やるの？うん。そうなの？たまにね。だからパチンコさっき詳しかったの。うん、そう。やるパチンコ？やるよ。パチンコ番組やってるよ。およそ300m 先。硬い台とかあんま好きじゃない。もうガチガチ攻める俺は。意味わかる？ギャンブルにおいての硬いって。わかんない。だよね。兵が兵が完全にキャバクラの兵だったもんね。なんだろうな、キャバクラの指名もらってない子が使う兵だったもんね今ね。ヘルプでついてるからもうめんどくせえから適当でいいやの兵をしたよね。そんな適当じゃないよ。そう、硬いってなんか、うん、あの手堅い、その確実に当たるけど返りがないみたいな。うん、じゃあダメじゃん。そう、あんまり良くない。当たるんだろうけど、うん、大当たりしないよね。そう、いつかバチかの逆。左方向です。その先